か、フリーになってからの方が。ぐわーっと忙しい日と、はい、ちょっと時間を自分で作ろうっていう日と、今まで大学院行ってたから、もう論文書き終わって、はい、今はもう審査中やけど、まあ多分もう出られるから、はいはいはい、9月に卒業してやったら、はい、まあ、そうなったらもう仕事に専念できるから、あ、大学院 の, その論文書くのがしんどかった。あ、子供と宅食ってどんな感じなんですか？子供宅食は、はい、めちゃくちゃプライバシー守るから、はいはいはい、知られたくない人のところも届けられるから、はいはい、それはどうなってるんですか？学校で、はい、就学援助制度っていうのを利用している家庭だけに子ども宅食の情報が行くようになってんのよな。あ、それは学校は把握してるわけ。連絡封筒あるやん、はい、家庭との、はい、その利用してる家庭だけにうちのチラシを入れてもらう。あ、ピンポイントで届いていくから、もうそのチラシから QR コード読んだら、はい、すぐ申し込めるから。へえ。向島と中京と、はい、中京北区と、あ、3つやったらですね、うん、今度山科でやろうかなと思ってるけど。あ、なるほどですね。でもできるだけハードル低く、はい、プライバシーちゃんと守ります、はい、ほんでちゃんと英文届きますってしたら申し込みがある。子供宅食ってどれぐらい送るんですか？その2ヶ月に1回、はい、こんぐらいの段ボール箱に、はい、お米 2-3キロ、はい、お菓子、はい、ジュース、レトルト食品とか缶詰とか、結構、あとマスクとかアルコールとか、はいはい、結構助かる。そう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 、ですよね。うん、でやっぱりその貧困の家庭は、はい、お菓子買う余裕ないし、はい、ジュースとかも買わないし、はい、そういうのすごい子供喜ぶし。それはそうですよね。なんせ親御さんがやっぱ助かりますよね。そう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 。でも一番嬉しいのは米って言われるよね。そうでしょうね、うん、なかなかやっぱり食べ盛りの子もいますからね。まあだから僕らのなんていうの、本場の狙いは、はい、その食料品を届ける、はいはい、ほんでお腹いっぱい食べてもらうっていうのではなくて、はいはい、そういうところでちゃんとつながりを作って、はい、信頼関係を作って孤独になりがちな親子、はいはい、がいつでも気軽に何でも相談できる相手になる。何、はいはい、かあったら僕らのとこ言ってくれる、はいはい、きっかけは何？きっかけはでも元々、はい、でもずっとニュースの仕事してて、あ、虐待事件とか取材するときに、はい、もう一番嫌やった。いろんな事件、はい、事故あるけど、はい、親が子供を殺めるとか、はい、ほんまになんかもうニュース読みながら泣いてしまうこともあったし、あですよ、ね、こんな辛いことなんやと思って、はいはいはい、なんでそんなこと起こんねやろうなって思って、はい、ずっと問題意識があって、はい、で親が追い詰められてんねんなっていう、うんね、最終的にで、はい、誰にも相談できへん、どんどん子供と自分で追い詰められていって、はい、子供殺してもらうとか、子供を置いて逃げるとか、あ、そういうことが発生するんやな。なるほどですね。そこを改善したいと思ったがきっかけなんですね。And we are the dreamers of dreams。今この身にまとう